はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。広ロのジジニュースチャンネルです。え今日はですね、ちょっと広ロのリスナーさんにね、広ロこんなニュースあるようでちょっと教えてもらったんですよ。これですね。やはり、オンラインサロンのトラブルは増えていたえ。300万円、500万円出資の被害相談もということで、<laughs> めちゃくちゃ金持ってんなと思ったんですけど、まあなんかオンラインサロンでね、なんか色々ありますけど、まああの、ちょっと広ロの前なんかニュースでね、なんか取り上げましたよね。なんかね、あの、パラリア竹原くんだっけパラリア竹原くんとか、パラリア竹原くんとか、なんかパラリア竹原くんとかね、なんかいろんな人取り上げてきましたけど、<laughs> で、あのー、やっぱりなんかオンラインサロンで、今、まあ、竹中君は、あの、一応なんかほら、中身は良かったとかね、まあ、経歴とか差し押してたりとか、財団とかもなんかあの、看板掛け替えてたとか、なんかあの、青汁王子がもう暴露しまくってたんだけど、まあ、なんか内容とか言ってることは正しいとかね、なんか動画の内容はなかなか重厚とか、ほら、あの、要は信者というか、そういうサロンのね、関係者、スクールに行ってた人たちからの擁護とかもあって、まあなるほど、みたいな、なんか最近落ち着いてきちゃったんですけど、なんかあの、ガチでお金、 を取りにかかってくる、なんかマルチみたいな、ほらもうさっきこの、このタイトルであったのに300万、500万とかさ、出資させてドローンみたいなオンラインサロンで騙してみたいな、そういうなんかもうグレーじゃなくてもう本当にもう完全ブラックみたいなオンラインサロンが増えてきてるっぽいんで、ちょっとね、継承もかねてやってみることにしました。よろしくお願いします。本当にここ最近オンラインサロン増えてるから、ほら、もう本当ここいいのか、やばいのかとかさ、 みんなわかんない人も増えてると思うんだよね。なので、ちょっとここ、こういうニュースやってね、ああ、そっか、こういうことはあるんだってみんな知ってもらいたいと思いました。よろしくお願いします。じゃ、とりあえずね、これニュースを全部読んで、まあ、その後にね、広島の考えを述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。えー、よろしくお願いします。えー、ちょっと長いんでね、えー、これね、詐欺、悪毒商法に詳しいジャーナリストの多田さんっていう方が書いた、あの、記事ですね。リンク貼っておきますので、あの、ねお前の、広島の言うことなんか一時聞いてらんねえわっていう人がいたら、リンク先に飛んでみてみてください。じゃ、ちょっと読んでいきますね。えー、オンラインサロンに関する相談はこ、こ 増えてきていて20代から30代の相談が目立ちますまあ、そうだねだいたいオンラインサロン入っているので若い人が多いもんねえ特に昨年はかなりの増加傾向が見られますへなるほど トラブルの現状について、国民生活センターに話を聞きました。オンラインサロンとは、ネット上で運営されるコミュニティのことで、月会費などを払い参加できるようになっています。えー、なるほど。えー、と、先頃、キングコング、近婚の西野昭弘氏の主催するオンラインサロン内でのチケット販売についても、ネット上で話題となりましたが、ね、もうすごいよね。この金婚の西野は、なんかもうプペルを、なんか1プペル、10プペル、20プペルとかさ、なんかサロンで、なんかあの、西野さんを休ませる権利10万円とかで売って、すぐ完敗するんでしょすごいよね。 本当にねうん、主催者には有名人や実業家も多くいます参加することで有益な話が聞けてためになる一方でトラブルも多く発生していますなるほどねまあやっぱり金銭がかかるとねいろんなトラブル出てくるよね一口にオンラインサロンといっても内容は様々で同センターには経営学事業家としての独立のノウハウ集客のためのレッスンを教えるといったビジネス系から資産形成 FX 取引は学べるという投資系さらに宗教の教育え 健康コンサルタントの要請などの相談が寄せられていますなるほどねもう昔と変わらんわ広瀬がなんか大学生あの20歳とかさ もう15、五6年前も20年近く前にさ、もうこういうのありましたよ。情報商材っていうのがちょうど出てきたとこだったんですよ。そこでさ、儲かる方法を教えます。2万とか3万とかね。あの、本当にこれも企業家として独立のノウハウありましたよ。月収100、あ、なんか月、月収じゃねえや。月収150万、月収500万になる方法を教えます。月収1000万ですとかね。まあそういうの昔からあった。もう資産 FX とかね。うん、ありましたバイナリー取引とかありました。はい。えー、っとね、で、えー、月会払うものから、中、えー、には、ま、ね、えー、月会費を払うものから、 中には100万円もの入会金が必要なものもあり相談の平均金額は約何や30万円ということです。みんな金あるよね。 なんか一生お金に困らない方法とかさ、なんかあの、なんか資産形成する方法とかさ、お金ない人がやってるのになぜこうお金払っちゃうんだよね。何十万も被害に遭う。昔からいた。昔からです。うん。で、だからいろんな形を変えて今はオンラインサロンっていう風に行き着いたんだろうね。詐欺師とかってうすぐにも時代の流行に乗ってくるから、あいつら。すんげえ努力するよね。あの詐欺師ってね。うん。 で、トラブル増加の背景には、新型コロナウイルス蔓延の影響で、インターネットを通じて人々とコミュニケーションを取る機会が増えてきていることがあるようですと。あ、まあ、なるほどね。まあそうでしょうね。ネット広告から誘導されて入会してみたら、やば。うん、オンラインサロンのトラブルに会うきっかけの一つに、 ネット上の動画などの広告から誘われて入会をしてしまうことがあります。怖いね。トラブル事例を見てみましょう。あの、なんか、ヒロシの YouTube でも変な広告、時々流れてんだよね。別にあの、ヒロシが流してるわけじゃないんで許してほしいんですけど、なんかあの、一生儲かる方法とかさ、なんかもう寝ていてもなんかもうお金がチャリンチャリン入ってくる方法とかさ、時々流れるんだよね。うん、怪しいニュースがね、うん。ちょっと怖いです。はい。あの、YouTube の広告だと思って。 皆ささんを信頼しないいでくださいね、はい、え30代男性はネット上の広告を通じて元有名企業の社員が教えるという経営術のオンラインサロンの存在を知りました、うん、えビジネススキルが得られると思い1万円ほどの月会費を払い申し込みます約4ヶ月サロンで学びましたがえその内容はネットでも見られるようなありきたりのものばかりでえしかも主催者が有名企業の元社員であることが嘘だったことが分かります、うん これってなんかどっかで聞いたことあんな。なんかどっかで聞いたことあるな。なんかね。なんかどっかで聞いたことありますね。はい。 <laughs> パラリラーみたいな、ね。返金を求めると1ヶ月分しか返してもらえなかった。どっかで聞いたことありますね。パラリラーってね。えー、オンラインサロンは実際に入ってみないとその内容はわからないことが多く、えー、入るきっかけとなった広告に嘘があったり、えー、入会時に伝えられていた内容とサロン内での情報に大きな乖離があり、トラブルになりますと。もう実際なんかすんごいもう一生食ってくる情報を教えます。毎日お金がジャリンジャリンも入ってきますって言って、いざやってみたらね、なんかもうそこら辺に、なんだ、もうネットでググればすぐ出てくる情報を、その まあ、垂れ流ししてるだけどとんでもないサロンだったんでもうよくありますよね、本当にね。ほ、うんと気をつけないとね、みんなね。厄介な点は、後から解約しようとしても、自分でネットから申し込んでいるので、えー、特定商取引法における無条件で解約できるクーリングオフは効かないところです。あ、そうなのあ、そうなんだ。ネットで自分から、そっか、申し込んでください、申し込んでくださいって言ってるんじゃなくて、自分でも自分の意思でネットから申し込んでるからクーリングオフは効かないんだ。あ、これちょっと赤文字にしとこう。なるほど、重要ですね、皆さんね。入る前は本当にしっかり気をつけてね。うん で、そこで申し込み時に返品特約が書かれているかがポイントになりますが、契約書などをその場で確認していない人が多く、えー、これでは返金が難しくなりますということで、必ず確認しましょう。多分ね、あの、長い契約書があって、多分一番下にバーって、ね、すぐあの、ほら、なんかマウスをさ、コリコリ転がすようなやつです一番下まで行ってぜ、全部契約書読みましたが、はい、い,いえってのがあって、入ってチェックしちゃうんだよね。ほら、あんた、入って押してんじゃんってさ、言われて、 俺な、文句なんか言わせませんよ。あんた契約書全部読みましたね。ハ、は、イ、い、チェック入れて,て、ここに入ってあなたをつけてんだからって言われちゃうから。 やっぱりね、一応読んどいた方がいいっすね。めんどくさいけど。はい。あの、もう、こんなん読みたくないわっていうところにあんまり貼らない方がいいかもしれません。はい。で、オンラインサロンの中には入会後、数ヶ月は大会できるようになって、え大会できないようになっていて、お金を払い続けざるを得ないこともあるそうです。やべえな、これな。えー、知人、友人からの誘いによるトラブルも多発。あー、でもこれあった。入会後、数ヶ月は大会でき,るようにな,な,できないようになっていて、昔ね、あの、ね、英会話であったね。英会話のノバとかね。あ,あの、広志昔、ほんと若い頃だけど、ノバ行ったら、こんな感じのシステムでしたなんよ。 すすげーやめるるの大変だった感じがするでクーリングオフとかさ、いろんな消費者センターとかも乗り出してきて、なんか結構揉めてた時期がありましたね。もうずいぶん昔の話です。はい で、えー、知人、友人からの誘いによるトラブルも多発中ということでね、友人、知人がね、これいいよ、入らない一緒にやってみないって言って来たら、うん、なんかちょっとかわいそうっていうか、ね、世知辛いけど、要注意ですね。はい、えー。知人や友人からオンラインサロンを紹介されて参加してトラブルになるケースもあります。はい。あの、マルチ商法とかもよく友達から来たね、広ロね、えー。20代男性は、海外旅行中に知り合った日本人から、 海外の投資を通じた資産の構築方法を学べるオンラインサロンを紹介され、よく聞くね。毎月2万円を払って入会しました。すごいね。毎月2万円払えるんだからすごいよな。うん、でここでは知人を紹介すると10万円をもらえる。出た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 。知人を紹介すると10万円をもらえるというマルチ商法的なシステムになっていますと。一生懸命友人に誘うんだね。でほらあのもう、自分も儲かるし、しかも友人にこれを誘ったら友人も幸せになるんだみたいな、その別の目的 みたいな、こう、ダブルスタンダードをけたい。ただ儲けたいだけじゃなくて、友人も幸せになるみたいなさ。なんかその、違う、僕は儲けたいだけじゃないんだ。みんなを幸せにしたいんだ、みたいなね。こう、ダブルスタンダードで、こう、自分自身を納得させて、どんどんこう、儲けていくシステムですよね。ああ、やだね。はい <laughs>。その後、サロン内で知り合った他の会員から、え、暗号資産、通貨を使っての、暗号通貨、暗号資産、暗号通貨ですね。え、暗号資産を使っての、アービトラージ、海外の投資信託、 コンピューターの貸し出し業務、海外のリゾートホテルの会員になってその国の銀行口座を開設するの話を持ちかけられ、総額300万円ほど投資しましたが、どの事業も儲かりませんでした。<laughs> 300万円貯めといた方が良かったね。300万円だったら。 結構いろんな遊びできるよ。もういろんな国旅行にも行けるしさ、世界一周だって行けちゃうんじゃないのなんだっけあのほら、なんかナイスボートだっけなんかあの、飲食店にさ、ピースボートか。なんかあの、ボートのポスター貼ってあるじゃないですか。あれだって200万ぐらいだよね。うん、世界一周できちゃうじゃん。300万あったら。やばっ <laughs> よこうやってね、みんなポンポンお金出したんだよね。儲かるかもしんない。儲かるかもしんない。今やめたら儲かりませんよって言われてね、ずっと金出し続けちゃうんだよね。で、もうダメだっ、つって終わっちゃうの。あーっていう感じですね。 はいえー、これはサロン内での構築された人間関係から誘われて被害に遭ったケースです。投資先の中には、えー、すでに連絡がつかない事業者もいて、交渉時代ができない状況になっています。もう完全ブラックですよね。はい。えー、中にはオンラインサロン事業の投資話を持ちかけられることもあります。えー、20代男性は高校時代の先輩から SNS を、えー、通じて、オンラインサロンの事業をやろう。出資すれば配当があるとの勧誘を受けました。うわ、癒しい。うわ、癒しい。配当があるよね。出資してくれ。<laughs> お前自分で銀行 ここで金借りてやれって感じなんだけどえ、自分は1000万円を投資して200万円の配当をもらえたと言って、銀行の通帳を見せてきます。データ、これ通知を見せていくんだよね。マルチとかもよくもう見せてくれ。絶対見せてくんだこれね。うん、もうあんなのいくらでも修正できますから。はいで、それを信用してしまった。男性は消費者金融を回って500万円を借りてあっちゃー。あっちゃー ちゃ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 消費者金を回って500万円を借りて出資しましたが、えー、その後事業が厳しくなったと言われて配当が一切ありません。はい、詐欺です。はい、えー。直接にやってオンラインサロンに勧誘されることもありますね。あの、一応みんな言っとくけど、なんかほら、投資だから出資だからクソ詐欺だって後から何も言えないんですよ。要は事業、要は出資とか投資っていうのはその ビジネスそのビジネスがうまく利益を出して、どんどん会社が大きくなっていく。組織が大きくなっていって、大きくなったら配当をもらえるっていうビジネスの話なんで、全然これビジネスがうまくい,かいきませんでした。無理でした。ごめんね。で終わりなんですよ。投資って、出資って。で、お金を貸すんじゃなくて、出資、投資だから。ね、その代わり儲かったらもらえる。ね、翌の,日の目がらんだだけでしょ、あなたって言われて。結局お金は戻ってこないし、あの、ビジネスで、 あの悪くなったって言われたらもう何も太刀打ちできないんですよ。だからそれ訴えたいんだったら、本当にこれビジネスちゃんとやってたんですか、ね、ちゃんとやってない、こいつはもう元からビジネスをやるつもりがなかったっていうことを証明しなきゃいけないんだよね。これが本当に大変なんだよ。うん でえっ、ー、と、SNS で知り合った女性と何度か会う中で、男性はオンラインサロンの話をされました。えー、ある時、女性が別な人を連れてきて、副業のための IT スキルを見な <laughs> マルチじゃねえかこれ。将来に必ず役立つよという話をされて、入会金30万円の契約をさせられました。もはや、オンラインサロン関係ねえし、これ。昔からあるよ、んに。もう、つつもたせみたいなもんだよ、ほら、なんか出会い系とかでさ、なんか昔はテレフォン、なんだっけ,な,な,だっけな、テレフォン通信だな,なんか、あったんだよ、そういう出会いの。 なんか公衆電話がなんかでさ、ピッポッパって。で、女性と会うじゃんそうしたらさ、女性と会って楽しく話してると、いきなり男が現れるんだよ。あの、こんだけ詳しいの別にヒロシがやってないですよ。ヒロシは一切やってないから。これは漫画とかね、あの、小説とかで、えー、ドラマとかで見た話ですからね。はい。で、で、男が来てね、ペラ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 ,ペラ,ペラ話しされて、で、女の子もさ、あの、なんだ、こう、なんだ、広報支援後方射撃してきてさ、で、なんか、あれよあれよという間に入会しちゃうんだよね。英会話とかさ、絶対使うね。こっち亀にもあったと思うよ。こっち亀ね、漫画ね。 このような喫茶店に誘われて契約をした場合ですと特定商取引法の適用も可能になりますので。 トラブルにあったときには、諦めずに、188ね、188、188、消費者ホットラインに電話をして相談してくださいということで、皆さん、あの、こういうね、なんか、よくわかんないけど、なんかほら、ちょっとスケベ心出してね、SNS でさ、女の子と仲良くなって、リアルで会いたいってリアルであったらいきなり男が現れて、ね、これで30万円のこれ投資のなんか DVD 買いませんかとかね、会話セット買いませんかとか言われて、買っちゃったら、この消費者ホットラインに電話しましょうということですね。188です。はい。という感じ ですね、オンラインサロンに入る際の注意すべき4箇条っていうのがあります、はいえー。注意すべきね、気になりますね。オンラインサロン入荷における注意点を取材をもとに4箇条にしてみました、はい。注意点1、オンラインサロンの主催者、運営者の住所、電話番号などの連絡先はしっかり確認して控えておくこと。あ、これ重要ですね。オンラインサロンの主催者が謎ってちょっとおかしいよね。それでお金払うっておかしいんで。 あの、ただ単にずっとさ、まあ、定点観測じゃないけど、ずっとなんか、それを見続けてるだけだったらいいけど、お金が絡んできたら、まずもう主催者、運営者の住所、電話番号、代表は誰なのか、そこら辺をしっかりとチェックですねえ。トラブルで多いのはネットで見た広告と実際にサロンに入会して学べる内容はかなり違っていて、しかもサロンのコンテンツもどっかのサイトのものを利用しており、え価格に合ったものではないというケースです。はいはい、よくある話。えこの時騙されたと思って返金を求めようとしても、運営者の連絡先はわからないと。<laughs> 交渉すらもできないことになります。やばいな、 くれぐれもどこの運営先と契約したのかわからないということだけはないようにしてください。あー、怖いですね。えー、注意点に、SNS 内のやり取りだけで契約を完結させない。なるほどね。えー、サロンへ入会する際、LINE などの SNS 上のやり取りだけで契約を行う人もいますが、これは極めて危険です。えー、というのも相談者の中には、主催者に解約を求めたら、ブロックされてしまって連絡が取れないというケースもあるからです。マジか、そんなことはない。ちょっとこれ赤字にしとこうか。確かにブロックされたらもう勝てねえわな。ま、別赤作って突 するしかないよね、うん、えしかも主催者の名前がニックネームな <laughs> 主催者の名前がニックネームになっていて本名もわからないこともありますえ住所は電話番号そして本名もわからないでは交渉すらできません SNS 上のやり取りだけでサロン入会の契約を完結させないようにしてくださいということでしっかり入る前は調べましょうということですねえ注意点3契約書や規約を印刷するか画面をスクリーンショットとして保存することああこれも重要ですね、うん でネットから申し込む場合は必ず契約書や規約を紙に印刷しておくかえ画面をスクリーンショットして保存しておきましょうはいはいこれ重要ですね魚ョとかですよねえ契約内容がわからない状況では後々返金交渉は有利に進まなくなります実際に勧誘者に会ってタブレット端末にサインをして契約する場合もありますがこれも同じですえ国民生活センターも本来入会にあたっては契約内容や規約を見せることが必要ですしかしそれ自体は渡していないこともありますので契約書名や規約を見られない状況でのオンラインサロイの入会は 思いいままることとが懸命ですす注意を促しますはい、皆さん気をつけましょう。はい、注意点4入会時だけではなく入会後のやり取りも証拠として残しておくなるほどと何でも証拠残しておくんだね。 <laughs> こういうのってさ、結構信者になっちゃうんだよね。まあ、もうこの人に通きは何とかなるかもしれない。すごいなんかもう人生なんか、なんかちょっと開けるような気がするってなると、なんかね、盲目的になっちゃうんだよ。だからそうするとね、記録取んなかったりするんだよね、本当にね。でもね、皆さん、記録取っときましょうね。はい。で、オンラインサロンでは閉鎖された環境で物やサービスが販売されますえ。外部からのチェックが入りにくいため、もしここで強引かつ違法な形での販売行為が行われていてもえ、すぐに被害が表に出てこないため、トラブル解決が遅れがちになります。また、カリスマ的な人物の言葉に盛り上がり、ね、パラリア 度はね、一度は高くの購入をしたものの後から冷静になって失敗したと思い返品返金を求めない気持ちも出てくることもあるでしょう。なるほど。その時購入時に相手から何を言われどのような形での販売関与を受けたのかこうした証拠を手元に残しておかなければいざという時に交渉ができなくなってしまいます。うん で、ね、嫌な目に遭ったとの思いから、メッセージなどのやり取りをすぐに消してしまう人もいますが、えそれはダメです。勧誘を受けた時の内容は消さずにキャえ、キャプチャーやテキストの形で残しておいた上で相談するようにしてください。そうですね。まあ、これ確かほら、クラウドファンディングとかもそうですよね。あの、もうあのちょっと、あなんちゃら納豆とかあるじゃないですか。あの、なんであの、令和納豆、あ、やべい言っちゃった。あの、令和納豆さんとかも、ほら、もうみんな全部残ってたんでね。やっぱりあんだけ炎上できたけど、パーって消えちゃったら、もう全部なくなっちゃうんで、証拠は。しっかり取っておきましょうね。はい。 のトラブルは多いのではないだろうかと思い、今回国民生活センターに取材を申し込みました。被害の状況を聞き、やはり多かったかという印象です。それどころか、私が想定していた以上の相談が寄せられていて、正直驚いています。今後も間違いなく、オンラインサロンのトラブルは増えるでしょう。こうした事態に巻き込まないためにも4か条を心に留めて、主催者はサロン参加者ファーストの姿勢で接しているかどうかを入会する時ではなく、入会後にもしっかりと見極め続けていくことが大事になります。ということですね。ということで、オンラインさんにめ気をつけましょうね。では、広島じゃあ何。 オンラインサロンやったら儲かるわけですかまあ、でもた、ヒロがオンラインサロンやっても多分誰も来ねえな。あの、無料のオンラインサロンね <laughs> やるんだったらね、なんか金とかになるとなんかトラブルになるの嫌なんで。 ま、正直、オンラインサロン、ヒロシがそもそもオンラインサロンに参加したことないからな、面白いですかねまあ、結構、ヒロシの視聴者の中でも多分入ってる人いるかもしれませんね。なんか、エモンとかもやってるんでしょだから、こういうなんか密室じゃないけど、このサロン内でなんかいろいろトラブルがあるっぽいんだけど、これから多分なんかやべえなと思うあの、なんだっけ、クラブハウスだっけなんかあの、音声だけでなんかやり取りして、それが証拠残んないみたいな。 全部消えちゃうみたいな。なんか招待制でね、なんかミクシーみたいな招待制みたいなのがやつがあったらしいんだけど、クラブハウスだったかななんか周りの広島の若い子たちもみんなクラブハウスやり始めてんだよね。なんかね、これからはなんか、 クラブハウスからね、なんかこういうなんかトラブルが出てきそうですね。オンラインサロン、その次はクラブハウスみたいなね。まあ、あの、これは広ロの妄想ですので、あんまり気にしないでください。はい。ということで、えー、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。えー、もしね、チャンネル登録とかね、していただけると、またあの、こういうニュースどんどんや、あの、増えていくと思いますので、まあ、やっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。で、あと、今回の件,、えー、件に関して、 あの、コメントとかあったらね、どんどん書き込んでくださいね。あの、結構皆さん、あの、ヒロみんなの意見を参考にして、あの、結構、あ、なるほどな、みんなこういうこと考えてんだ、とか思って、ね、ニュースを参考にさせて、えー、させていただいてますので、よろしくお願いします。はい。ということで、今日はこの話を聞しきます。ありがとうございました。みんなくれぐれも気をつけてね、失礼いたします。